な、怖い怖い、な怖いよ、これなんか刺さってない？お、あ、え、え、なにこれ、なにこれ、うわ、なんか飛んでくんだ、わお、怖い怖い怖い。仮面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。ダークソウル3、生まれる、違う違う、生まれるべきじゃ ないから、ブラッドボーン終わったから持たざる者で始めるマイペース実況をいきたいと思います。ステータスはこのようになっております。現在レベル15、筋力と技量でね、技量よりの筋力も持ってるっていうね、キャラに育てていっております。とりあえず現在はこんな感じです。はい。で、キャラクターの名前はルカティエル、ダークソウル2のヒロインから取ってやらせていただいております。私とね、ルカちゃんの二人旅、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。それではいきます。初見です。ですね、当面はこの内刀と、深みのバトルアクスでいきたいと思います。で、盾がですね、早朝の着盾、これを使ってたんですが、ですね、これをゲットしまして、戦士の縁盾、買いました、購入しました。これは後で説明しますね。これを今日はセットしていきたいと思います。で、ここはね、冷たい谷のボルド、前回倒したボスの先に行った不死骸、不死骸ですよ皆さん、懐かしのね、1からある不死骸、1はね、もうちょっと、なんていうんですかね、城壁みたいな場所だったんですけど、今回あれですね、不死骸はなんていうんでしょう、農村みたいな感じになってますね。で、そこの敵が落とした、不死たちが落とした作業帽子と作業着を着て、今回は行きたいと思います。はい。まあ、そんな感じかな。エストがね、6になってたんですけど、今ここ来るまで飲んじゃったんで5になってます。最大は6になってます。ここにエストのかけら、前回落ちてましたからね。はい。で、今日この盾を使っていく理由はですね、もう1個なんですよ。これ、戦技を使う人は絶対これ使った方がいいですよ。序盤ではいいかもしれない。戦技というのは、普通は、両手持ちでこう、これ戦技の構えなんですけど、戦技のボタンを押すか、L2 押すか、盾をしまって、あ、じゃあ、盾をしまって、しまえない。盾がしまえない。盾がしまえない。盾をしまった状態で L2 を押すと、戦技の構えになるんです。で、本来盾はね、パリーとかバッシュを持ってますから、それが戦技ですから、盾の戦技が出てしまうんですが、この盾はですね、戦技が戦技っていうね、戦技が戦技の構えっていう盾なんで、この状態でも普通に戦技が出せます。なのでね、パリー使わないよって人は、この盾いいと思いますよ。パリー使わねえんだ俺はって。俺は戦技、武器の戦技一択で行くんだっていう人はこれがいいと思いますね。はい。それでは行きたいと思います。それでは、ここまでね、前回やってきましたので、で、前回あっち行ったんですよ、こっち。こっちの道行ったんですね。なので、今日はね、そうね、どこから行く私のね、PS が、PS、プレイスキルがあんまないんでね、すいませんね。あんま上手じゃないんで、温かく見守ってください。あ、それでね、ちょっと話長くなってごめんなさいね。ここにいる亡者がね、これ落としましたよ。炎の。変質強化する。炎武器を作る、この素材、落としましたよ。この作業帽をかぶってる。普通の亡者が落としたんで、レアドロップであるのかもしれませんね。皆さん狙ってみてください。それでは行きたいと思います。運が高くないとね、出ないと思うんですけど、私、運高くないですからね。なんて言ったってね、持たざるものですからね。なんだこれ。行き止まりだ。いやー、あとね、コメントありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。コメント読まさせてもらってますから、本当ね、たまに気まぐれで返信しますけど、本当気まぐれ返信なんで、そこだけはご了承ください。文字とかね、言葉で返事をしていきますけどね、時間が足りないですいつも言ってるけど、ダメですよ。大人になって時間が足りないっていう逃げ方はね、ダメですよ。時間はね、作るものですから。と言っても時間は有限なので、本当に足りないので、すいません。なので、コメント返信は文字の方はね、気まぐれですけど、気が向いた時に返していきたいと思いますので、よろしくお願いします。でも全部読まさせてもらってますよ。こっちも倒しとくか。なんかとりあえず、余ってるやつ全部倒しておいた方がいいよね。じゃあこっちから行こう。でね、ジェスチャーの関係をやると声が出るって聞いたんですけど、やってみましょうか。違うかな、こっちかな、跳ねる関係かもしれませんね。
歓喜をやると今回はね、あのキャラがボイスを言ってくれるって言ってたんですけどね。あ、出ましたね。出ました、出ました。ありがとうございます。いや、コメントに書いてあった通りでは、ありがとうございます、コメント。出ますね。うん。心の中で出てる場合もありますから、気をつけてくださいね、これは。暗っ。なんだこれ。これ落ちたらやばいパターンだな。とりあえず、まあ、まっすぐ進んでいこう。おっ！ちょ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 、気持ちいい、気持ちいい。びっくりした、びっくりした、びっくりした。なんだこれ。なんだこれ、なんだこれ。気持ち悪いの来たな。まあいいや、普通に叩いていこう。ああ、どっちが前かわかんない。弱っ。気持ち悪いけど弱い。びっくりしたー。やろう。ああなるほどね、これが敵のパターンがあるってことね。ああそういうことか。捨てられた遺体の大きなソウルゲット。これ絶対どれか一個そうだろこれ。ちょっと待って、絶対そうだぞこれ。来いよ来いよ、分かってんだよ。いてててて、だこら、飲んどこうかな、飲んどこうかな。怖いな。あ、なんかいるぞ、なんかいるな。これ来いよ。ふっ、あ、やべやべやべ、タイミングがちょっとよく分かんない。この敵なんだ。すいや、あー、マジか。なに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 、これなにこれ。見えない。オッケー、見えなかった。影で今見えなかったぞ。今なんかあって、おやすみ。何これ、普通の敵か。目が赤く光ってるだけ。もったいねえ、戦技使わなきゃよかった。なんもないな。くれえな、くれえぞ。開くか、開かない。こっちから行くしかないな。嫌だな、動くよこれ。ほら動いた。えって、上からかよ。そっちパターンか。やばい、どえー、うわ、やられた。クソか、マジか。あー、せっかく順調に進んだのにここまで戻ってきます。それではカット。ちくしょう、ちくしょう。はい、戻ってきましたよ。戻ってきました、やっとね。あらかた片付けて戻ってきました。もうね、これがね、まあでもダークソウル3のね、良さですから、まあ行きましょう。じゃあとりあえず、ここら辺のあらかた倒して、先進んでいきたいと思います。違うか。どれかまたあると思うんだよな。こいつそうっぽいな。違うか。こっちか。うっせ！斧だとね、一発なんでね、これ楽ですよ。あー、お前もか、お前もか。じゃあやめて、エストないから、ほんと。エストが、エストを無駄に使いたくない。そういうことです。さあ行きましょう。ん？やだわー。なんか木のお化けみたいのがいるね。なんかね、木だよね、あれ多分ね。あー、敵だわ。うわっ。うわ、最悪あいつ。あっちから攻撃してくるわ。次回はあいつ。あ、ババアだな、あれ多分な。前回戦ったな。こっちは嫌で、嫌で行きましょう、とりあえず。この私の矢のテクニック。どれだけヘタレプレイをしてきたと思っているんだ、ダークソウルで。来いよ。矢がもったいない、お前など。とどめはこれで十分だ。待て、あいつどこにいる？あ、あの上か。ここは飛んでくる、これ。飛んでこないなら矢で応戦したい。このクソな、そういうスタイル。おらーしゃあ、ざまみろ。お前はそういう生き方だったんだ。仕方がないさ、運命さ。待てよ、中にもなんかあるな。これなんだこれ、なんだこれ、なんもねえのか。え、なんもない感じ。何の部屋これ。何の部屋よこれ、何の部屋。
おお、そういうのだったらわかるけどさ、やべ、危ねえ、タイミング間違えたかと思った今、完全に。まあまあこういう部屋だったらわかるよね。きた、てめ、なんか嫌な予感したんだよな。だいたいね、あ、来た、ウィップ、無知ですね。だいたい二重構造、そういうもんです。ウィップ、ウィップ、これですね、モテます、無知です。さあ行きましょう。ふぅ、あら、昭和のセリフ、女王様とお呼び、昭和の名セリフ。おお、なんか強そうだな、戦技は。おお、何これ何これ、ヒュ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 みたいな。ちょっと戦ってみようか、これで敵と遭遇したいな。あの目の前のあいつと戦うしかないのか。ここは？ここなんだ。ここ開かない感じ？ここ関係ないのか。ここ関係ないですね。形式です。じゃあ、あいつと戦ってみるか。来い、来い、来い。強そうだけど、ちょっと。大丈夫。ハンマーみたいなの持ってるよ。シェーン！ちょっと待て。戦技！ほら！あー、なんかちょっと、なんか微妙っちゃ微妙だな。あー、まあ多分距離取って戦えるからね。うん、距離取って戦えるからいいんじゃないでしょうか。まあこれ、まあ、とりあえずしまっとこう。とりあえずしまっとこう。ちょっとまだ、こんな初見の場所で無知なんかで一体ね、どうにかなるもんじゃないですよ。やっぱね、剣でいかないと。やっぱね、ルカちゃん騎士ですからね。なんだこれ。怖っ。怖い怖い怖い。ゲット、くさび石のかけら、ヒューッと落としてる。やだよ、やですよ、落ちませんよ、そんな余裕ないですからね。このクソ野郎、沿岸橋がないんだよな、どっかにあるんだよな絶対な。まだ取ってないんですよ、沿岸橋でね、私見ていくスタイルなんでね、顔とかね、本当は見たいんですけど。ロリータファッションしやがって、いい年してロリータファッションしやがって、ほんと。ここの上にいたのか。まあ、基本的にはダッシュしてここ乗っかって戦うって感じなんでしょうね。ゲット、くさび石のかけら。あー、やばい、足痺れてきた。まずい。足痺れてきましたよ。足痺れてきた。やばい。まずいな、これは。プレイに支障が出るぞ、完全に。とにかくね、デスをね、減らしたい。別に死にたくないわけじゃないんですけど、死ぬのは全然いいんですよ。ちょっと動画の尺がね、本当に、どんどんなくなっていくから、ちょっとここはね、慎重に行きますよ。うわ、すげえのいんな。まあ、どこだ？どこに出たんだ、これ。あ、見つけたぞ。逃がさねえよ。この決勝トカゲ、逃がさねえぞ。OK。ゲット、なんかちょっと一周しすぎて見えなかったけど、なんか絶対貴重なアイテム取った。あ、何あれ、え、あれどうやって飛んだ、これ取り方があるな絶対。ん、こ、待て、これどうやって飛んだ、やばい、尺が、待て、これどうやって飛んだ、え、これほんとわかんない、これいいや、ちょっとこれ探索して、しときます。ちょっと、うわー、ちょっと待って、なんだこいつ。戦うしかないんだよな。うわあ、そういうんじゃないのか、そういうんじゃないのか。パリーとかそういうんじゃねえや、こいつ。そういうんじゃねえや。パリーできんだろうけど。なんか、食らうわ、その前に。何やってんだ、あれ取れで、後ろ取れで、なあ、ちょっと待ってくれよ。後ろ取れねえよ。なんだよこいつ、負ける敵じゃなかったわこれ。うわー、負ける敵じゃなかった、最初からやり直しが。すごいね、すごいですよダークソウル3。はい、戻ってきました。ここね、来れましたよ。さっきどうやって行くんだっていうね、こっちのね、屋根回れるんで、向こう側から回ってこっちにジャンプですね。そうすると乗れます。じゃあゲットします。ゲット、錆びついた金貨かい。錆びついた金貨かい。よし、
オッケー、じゃあまずあいつを倒していこう。ちょ、回復してっか、しっかりな。もうね、ここまで戻ってくるの超大変だった、マジ。おい、おいおいおい、どこ行くんだよ、勝負だよ、こっち来いよ、勝負だぜ、怠慢だぜ。あ、いやいやいや、二人とも何やってんの。あら、ブラッドボーンみたいなやつだな。来いや、ブラッドボーンか、ブラッドボーンか、うるせえ。あら、なら、ブラッドボーンみたい、こいつブラボだわ、動き怖っ、怖っ。倒しました。後ろ取りづらいな、あいつ取れないのかな、取れないパターンのやつもいますからね、たまに。こっちは何だろう、あ、かがり火あった、かがり火あった、よかった。あれってことはあいつまた復活するんじゃない。まあいいや、あーか喜んでる人いますね。じゃあ喜んどこう、私も喜んどきますか。かがり火あった、かがり火あった、あ、ふわー、あ、声出ますね、やっぱね。あ、ちょっと誰ジェスチャーで声出るって言ったのちょっと誰よ、うん、その人の違うゲームやってんじゃないですか。大丈夫ですか。ダークソウル3ですよ、これ開かないわ。あいつまた復活すんじゃん、めんどくさいな。倒すしかないよな、そんなこと言ってらんねえからな、めんどくさいとか。めんどくささが売りですよ、このゲームはめんどくさい。上行ってみるか。そしたら遭遇しないんじゃない。あれ、狙撃ポイント的な感じ。どう見ても狙撃ポイントにはなってないと思うんだけど、まあ倒してっか。何この道、こっちはないか。もういいや、いいや、行こう行こう行こう。倒すしかないんだよこいつを、結局何回でも。まあ、こういうの慣れてかないとダメだからね。どこまで行くの、取れない、後ろ。そうか、あれ背負ってるから取れないんだ、多分そういうことか。こいつ縦背負ってっから取れないんだよ後ろ、多分絶対絶妙なタイミングでやってるもん。おら、戦技だよ、パワーファイター対パワーファイターだ、来いよ。2ふん、ほら、おやすみ。こっちも戦技があるんでね、申し訳ないね。さて、使えないときは違う戦技で行くしかないですね。刀パリーが通用しないんじゃしょうがない。かがり火まで来ました。この先ローリングが有効だ、そうっすか。うわ、何これ、おっ、え、なに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 なんすか、なんすか、すいません、なんすか、え、え、なに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 これ、中古わかんないな。なんか怖い、怖い、なんか怖いよ。これなんか刺さってない？お、あ、え、え、何これ何これ。うわ、なんか飛んでくんだ。わお、怖い怖い怖い。ちょ、取りたい取りたい。やめとけってお前ら、やめとけってこれ。やめとけって。これやめとけって。やめといたがいい、やめといたがいい。やめといたがいい、これやばいよ、やばいやつだから。ちょっとお前たち別に。で大丈夫、ルカちゃん、これ直撃したんじゃない今。すごいすごいすごい、ちょ、これ全部取りたいな、全部取ろう全部取ろう全部取ろう。バーンってきたら音するから、音するから。おっ、いてててて、全部取るぞ全部取るぞ、意地でも取るぞ。ほっ、オッケー、落としたら落としたら、おー、痛いねやっぱみんな欲張って死んでってるやついる、欲張って死んでってるやつ。ほっ、危ない、やばい、余計心の力見せてるやつ、来い。ほっ、あー、ダメか、吹っ飛ばされんな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ほっ、あー、そこ開いてんのかよ、そこ開いてんのかよ、ちょっと待ってよ、フロムさんここ開いてんのかよ、ちょっと聞いてないよ、聞いてないよ、聞いてないよ今の。
開いてんのかよあれ。あ、開いてんのあそこ。ちょっと聞いてないよほんと。ああもう、なんだこいつほんと、お前なんだよそれだよお前ほんと。聞いてないよフロムさん、そこ開いてるってやばいな。ちょっと待て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 、なんとしてもまずソウルを回収しないと。来るぞ、よしよし。あいつら狙ってる時もあるから、多分こっちだけじゃないのよ。だから向こう狙ってる時にガチャンス、ここは。ふっ、あぶねえ。よっしゃゲット、なんとしてもゲット。節の遺骨なんか横で、あえね、俺じゃない、いったー、助けてください。ちょっとなんだよ、何で飛び降りたんだよお前は。なんでお前落ちてきたんだよ。ちょっとフロムさん、もう私今2万8000とかあるんですからね、ソウル。これもうカットしないよここちょっとちょっと何あれ、もう勘弁してくださいよ。やべ、こいつやれちゃったりして、こいつやれちゃったりして、そうはいかない、そうはいかねえよ、そうはいかねえよ。あぶね、あぶねえ、あぶねえ、リーチできるお前それ、なかなか。ふんふんふん、せえ、初段が遅い、そういうことだ。なんか落とす、何も落とさないな相変わらず、あいつはあいつはあいつで相変わらず何も落とさないし。あ、あそこだ、やった、ソウルあそこ、よっしゃもらった。来るからお前ら、やめとけって、やべ、ちちちちち、中入ろう中入ろう、もう入っちゃう入っちゃう、ま、待って待って、中入らない、ちょっとこ犠牲者でしょ、犠牲者、こいつら犠牲者、犠牲者。上なんかあるよ、上なんかある、おぶね、上なんかあるよ、多分なんか上アイテムあるんじゃないのこれ。ほら、あったあったあった。ああ、ちょっと待って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 、ちょっと回復させて。わかったわかった、いいから回復させて。よっしゃゲット、ゲット。なんだこれ、埋葬者の位牌。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、へへへへ、狙え狙え。誰が投げてんのこれ、そもそも撃ってんの、投げてんの、なんだ、どっから出てんのこれ。どっから出てんのこれな、あ、来た、なんかてめえこら、あ、なんか強いの来た。ちょっと待って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 待って、今は待って今は待って今は待って。よっしゃ装備来たよ。何何、聖職者シリーズですね。来ましょうか、じゃあせっかくだしね。すごいな、やっと手に入れたの聖職者、聖職者じゃないんだけどな、全くもって聖職してないんだけどな。よし行こうルカちゃん、これでいいね。なんか何なのその背中背負ってるこのなんか亀の甲羅みたいな、これ何、なんか多分あるんだろうね。これを背負ってる亡者のなんかね、干からびちゃったみたいな人たちいましたからね。こう来るぜ、絶対来るぜ、顔出してるから。よいしょ、隠れて、隠れの打ち込んできたら中入る。よっしゃ、うわなんかいる、来た、なんか敵、なんだこいつ、なんだこいつ、動かないよ。あ、気づいた、なんだよお前、はい、甘いよ、そんな三文流の攻撃でこの私を倒せると思うな、成敗。うるせえなあいつ、なんだよ、どっから投げてきてんだよ。ちょっと待って、ちょっと一回、あ、何あれ、どっから行くのあれ。いや、ちょっとアイテムに目がないからね、それが命取りなんだよね。ちょっと一回、あの、怖い怖いルカちゃん怖い怖いあれ
肌焼けた？いつの間に焼いた？ちょっとダメだよ、美白主義だからね私で、ね、ダメだよ黒いの女の子は。夏はいいっすよ、健康的でね、年がら年中黒いのはダメですよ、男も女もね、おかしいですから普通に考えて。あ、こっちから行くんだな。あ、ここジャンピングだ、こっちから多分。ちょ、これだけ撮るか。ちょっとこれ撮ったら動画の尺確認しますね。よいしょ、こうですね。 OK、 敵いるんじゃないのこれ、いない、こういうパターンいるんだけど、いないか。ゲット、大釜来ましたね、大釜も来ましたよ、大釜。あー、大釜さんは持てませんね、まあ、ちょっと持つだけ持っておきましょうか、持つだけ持っておきましょうか。ほう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 、お前相変わらずなスタイルですねこれね、うん、おお、リーチが長い、ほう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 、ジャック R1、 これ R2 です、 R2 強攻撃、うんうんうん。じゃあ次はあれ行ってみましょうか、戦技。おお、なんかシュイーンみたいな感じね、かっこいい。もしかしたら性能が出てないから戦技ちゃんと出てないのかもしれないですけど、うん、もしかしたらね、そうかもしれない、すみません、そうだったら。ちょっとよく分かってない部分も多いんでね、分かってる部分も多いんですけど、その辺細かいとこ分かってないんで、ちょっとここで一回カットして尺を確認していきます。それではカット、うん、あと少しいけるんでね、いきたいと思います。再開します。ここも多分打ってくんじゃないこれ、やばいやばいやばい、早く行こう。もう何あれ、冗談じゃないよ、ほんと。こっちとらさ、ソウル2万8000もあるんだからね、ほんとやめてよ、これ序盤で失うのショックだから。何これ何これ、何これ何これ、花咲いてるよ。うわー、もう嫌な予感しかしないこれ。うわ、もう絶対そうだよこれ。こっちを開く？わからんやろ。あ、いたいた。ボンファイアリットないの？ボンファイアリット。頼む、頼む。え、何？どこに通じたのこれ。ちょっと待って、多分ね、多分ですけど、こっちが嫌な予感する。ここなんだ。隠し扉的な感じじゃないの？違う、ないか。ここ、え、こっちか？いや、こっちじゃない。多分、私の勘が合ってればあっちなんですよ。あっちが嫌な予感すごいプンプンするんで、ちょっとこっちから行きますね。これなんだ？ボンファイアリットないの？うわー、ないよ、これ、絶対。これなんか進んじゃってんじゃないの？こっちはこっちでまた。クレーモン。うわー、2万8000もあるからね。ちょっと、2万8000もあるからね、これね。これ絶対そうだもん。じゃあ、いけるかなー、いけるかなー。行こう、行こう。頑張ろう。2万8000なくなってもいいや。それもまたね、動画の。絶対そうでしょ、これ。違う？この広さ絶対そうと思うんだけど、あれ来ないな。あ、敵いるわ。普通に敵いるわ。なんだ。あ、なんだなんだ。普通に敵いんじゃん。なんだよ。なんか、ただ広いだけか。いや、そんなわけないと思うんだけどな、このゲームでな。絶対。絶対そんなわけないと。なんかね、ちょっとね、一箇所怪しいんだよね。あれ、なんだあれ。こう、ないよね。他に怪しいとこないよね。うん、ないね。これがなんか祀られてるというか、なんかやられてるもんね。なんだこれ。いや、ちょっとおかしいだろ、これ。普通に。これ何？ほらー、ほら、来たー、やっぱり、ほらー。ほら、やっぱり来たに言わんこっちゃない。でけえな、また今回が。なんだなんだなんだ。木人？あー、ちょっとめんどくさい。ちょっと まずめんどくさいのから排除していきます。
やべ、これどうやって戦うんだこれ。ちょ、もう一人めんどくさいのいるわ。あいつがめんどくさい特に。ミスった。もういいよお前、普通に倒す。ちょっと強いんだよね、目が光ってるしね。わあ、どうやって倒すんだろうこれ。おお、そうくるか。うひょ、ちょっと待って、あれ当たんねえぞ。なんでー、何この股んとこについてるこのこのなんか卵みたいのなんで股間とこ卵ついてんのこれ。いやー、ボスびっくりしちゃったね。びっくりしちゃったよボスちょっとこっちの橋最初ね、でっけえおばちゃんがいた、でっけえおばちゃんがいるね、ここね、一番最初なんですけど、こっちの橋ちゃんと奥行ってなかったなと思って、とりあえずこっちをね、もうね、取りこぼしなしで今回行きたいと思ってますんでね。皆さんがね、コメントにいちいち書くのもね、大変でしょうから、ちょっと先に行く。あ、そうか、いる。そうだ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 、これいたんだいたんだいたんだ、これいたんだいたんだ。ちょっとこれ倒していく。なんだよ、こっち来いよ。6切って、痛いね。あー、ソウル落としちゃったからな。2万8000もさ、もう2はね、犠牲の指輪があったからね。あれでももうあれでちょっと簡単にはなってましたよね、前回はね。うーおーら、やべ、出血好きか、その剣。なんだよお前、身の丈やってないよ。前回も言ったな、そういえばな。お母さんに怒られるか、しまっとけそれな。母ちゃん怒られるぞ、そんなの持ち出したら本当に。さて、こっち行ってなかったよね。そう、行ってなかった。あー、ほらなんかあるんだよ、道が。これ行った方がいいよね。ここ行こう。もし尺が足りなかったらボスは次回やりたいと思います。とりあえずこれ、ごめんな、ちょっとどう、うわー、よかった、壊しといて。ふん、そうかそうか、そういうパターンか。任しとけ。あー、矢が4本しかない。じっくりなとこ、うれ、遠距離はこっちの方が得意なんだよ。あと1本しかないわ、やばい。あー、なくなっちった、マジかー。ちょっと待て待て待て、これ多分これ爆発するんだよね、これ多分ね、これ樽全部爆発するでしょ。ちょっと待て、ちょっと待て、よし今だ、これ壊してこ、壊してこ。あー、危ねえ、ほら爆発するんだよこれ、絶対そうだよ、さっき爆発したもんこれ。やべ、エストがない、エストがない、エストがない、死にたくない、死にたくない、死にたくない。あ、なになになに、何ですかそれ、何、梅干しの漬物ですか、何ですかそれ。ちょっと大丈夫っす、そういうのいらないっすよ。びっくりした、お、何すかそれ、ちょっと、ちょ、いや先輩、それいらないっす、自分もうお腹いっぱいなんですよ今。ちょっと待って、それ何それ、なんでそれ叩い、それ叩くやつじゃない、叩くやつじゃないよそれ、叩くやつじゃないそれ、叩くやつじゃないっすよそれ。なんか入ってますし、まだ中身、危ない、ちょっとダメっすそれ、やめましょうそれ。ごちそうさまです、ごちそうさまです、ごちそうさまです。もう何入ってんのこれ、何、煮物作りすぎちゃったの。あ、何これ、浮いてるよ木がこういうのあるからね、ダクソはね、これがいいよねこれがいいんですよ。またちょ、これ取れる、取ろう。あ、ちょっとダメだ、ちょっと先、先ちょっと上倒そう、上どうやっていくんだあいつら。あー、わ、分かったよ、なんだよその精度。ちょ、待て待て、投げナイフあったな、ちょ、投げナイフでいくか、あいつらめんどくせえ。このアイテム取りたい、このアイテム取りたい。ちょっと投げナイフ、ロック、ロックできないの、ロック。ロック、ロック、ロック。できた。ほら。ふっ。ロック、ロック、ロック、ロック。右ロック。そっちから倒した方がいい。すや！オッケー。てめえ！あ、連射が結構すごい。早い。今回投げナイフ。あ、かっこいい！
投げ方がかっこいい。なんか一辺倒じゃないんだね、いろいろと投げれる。ゲット、何も知らぬか。あれ、この先アイテムがあるぞ。あ、ほんとだ。いや、アイテムなのこれ。これ中入ってないじゃないか。え、これアイテムなの本当に。あ、ちょっと投げちゃった、間違えちゃった。 S と伸びたかった。待て待て、怪しいぞ。釣りかもしれない。あ、あの上になるんだ。ごめん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 、くれこれ、ごめんごめんごめん。お、炎の騎士の指輪。あ、この上に出るんだね、さっきの上にね。あっち先行っちゃったんだ、正規ルート先行っちゃった感じね。炎攻撃力を高めるがカット率が下がってしまう。はあ、炎攻撃力高めるのはいいんだけど、炎攻撃力持ってないから今まだセットするのやめましょう。なんか前デメリットしかつかない気がする。なんだろうなこれな、結構悩ましい、悩めるお年頃の方がいっぱいいるね。悩んでるね、悩んでるなみんなね。何に悩んでるの。クリアできないのかな。多分心折れた人たちでしょうね、ここまで来てね。もうこれ以上クリアできないっつって。うわ、あいついんのか。あいつ先やった方が良さそうだな。あいつやるか先に。あ、待て、他にも何人かいるわ。ダメだこれ。え、ちょっと待って、これこっちはいけないもんね。うわー、そういうパターンっすか。はい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 。こっちが、こっちにも道があるからこっち行こうか、飛び降りていこうか。あいつに見つかるとめんどくさいから、こっちから行こう。敵いないね。この中は何。あ、犬だ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 。なんだなんだ、地下、地下があんのか。結構広いなここ。オッケー、地下があるんだ。うわ、ドブネズミ来た、来たよ、ドブネズミ来たよ。おい、結構苦手な敵。あー、苦手なんだよネズミも犬も。動きがなんか変だからさ。動きが変だからってなんだ。動きが変だからってなんだ。この先遠距離攻撃が有効だ。何でしょうか。ネズミのこと言ってんのか。これなんだ。ゲット、セスタス来た。拳武器セスタスです。お、開く、鍵がかかってる。暗くねえかこれ。ちょ待て、あー、来た来た来た。あら、あー、なんで生きてんだよお前、やめろ、死んでくれ。ちょっと待って、暗いな、何これ。え、うわうわ、でっけえの来た。うわ、でっけえの来た、でっけえの来た。相変わらずのシリーズ恒例。おおおおおお、この野郎。よっしゃ、近見の指輪ゲット。これは確かあれでしょう、出血耐性を高める。あ、いいね、これはセットしておきます。出血耐性高まりました。え、待って待って、これ何、これ、ちょっと待って、まだいる、怖い怖い怖い、いねえか。ここ上がると、結構行く場所あるよこのエリア。結構行く場所ありますね。開く、あー、いた。これどこ出んの。あー、ここだ、かがり火んとこだ。2個目のかがり火んとこ出ますね。なるほどね、ショートカット開通したというわけですね。うん、ショートカットのルートだから、まあこれ以上行けない。とりあえず開かないからね、開かないからショートカットルート開通しました。ほんで問題はこの上ですね。うわー、うわー、うわー、煮物先輩3人もいるよ。
先輩それいいっすよ、いいっす自分ほんとそれ、そのほんとお腹いっぱいなんで自分すいません。なんす、あ、なんかこう下もあるけど、なにこれ、どんだけあんのこのルート。いや先輩それいい、あ先輩それなんすか、それ投げちゃったじゃないですか。ちょいちょい先輩それなんで、だ食いもん、食いもんですよそれ。あぶねえマジで、あら、やばいやばいやばい、ちょっと投げてくる投げてくる、先輩が煮物、煮物ぶっぱしてくる。な、なになに、どう来るどう来るどう来る、来る来る来る、来ない来る、来ない先輩、先輩先輩先輩あしよしよし、なんか嫌な予感しかしないな。なんか今チラッと見えたぞ。ん？いない？あ、今なんかいたように見えたけどな。やっぱ S とかないぞ。あ？先輩どこ行った？もう一人。ん？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  落ちた先輩。先輩落ちたわ。煮物先輩一人になったわ。煮物先輩。あれ、無視してていいんじゃねえの？あ、こいつ無視でいいだろ、先輩。これ大丈夫だよ。これ大丈夫、大丈夫。捨てられた、なんとかの装備。これ何？これ超広いじゃん。壮絶に広かったわ、思ったより。何にもないっすね。あの煮物先輩、井戸は何もないっす。こっちかな、じゃあ。こっちも見てみるか。ちょっと S とかもうほんとないから。限界っすよ。お、え、なんだ、なんだ、今度こっちは なんだこれ、誰だ、あ、NPC だ。うん、おお、お前も火のない灰というやつか。名もなき不死どもがこのこと何を勘違いしたのやら。うん、まあいい、忠告してやる。お前がまともなら、棺桶にでもこもっているがいい。ここは亡者の地、まともな奴などいない。戦場の女のようなものだ。まあ、女なんだけどね、戦場のね。だがもしお前が奴らと同じ英雄気取りのバカだというのなら、そら、そこの廃教会から先に進むといい。そして悲惨に死ぬがいいさ。And it won't be pretty. なるほど。Enough death to leave you broken. 心折れるまで。何度でもな。Time after time. Yeah. 怖いわ。If like the others, you can go. お前一緒か。ここが多分もう次のルートになっちゃうんだろうね、これね。そんな気がするわ。開いてみよう。開くだけ開いとこ。どうなるかわかんないけど。怖い怖い怖い。なるほどね。ここはまあちょっと多分新しいルートなんだろうね。ここは後ででしょ。ボス倒してないからね。何にせよね。これで終わりなんかな。ちょっと探索してカットして最後に行きたいと思います。じゃあ一度カットします。はい、カット。はい、戻ってきまして、ここまで来ました。火炎壺投げてくるところ、あーやばい、あーもうめんどくさい。で一回ね採取場戻って、矢を補充してきたんですけど、これね飛び降りれそうだね。ここね、ここ飛び降りよう。注意した、あー待て、武器じゃないっす。ふう、オッケー、ここ飛び降りれるわ。逆側ね、さっきのね、多分さっきの煮物先輩の上だね、一段上みたいなところが行けたんで、こっち行きたいと思います。ここで終わりだな今日はな。よっしゃ、アイテムゲットゲッチュー、草道のかけら。お、四股なんだこれ、四股。今ねちょっと話題のなんか不倫疑惑みたいな、何股ですかみたいなですね、これね、何でしょうか。おお、これが
通常攻撃 R1 です。強、強ため、うん、両手 R1 弱、そうスタミナ足りない、弱弱、とにかくつく感じね、とにかくつく感じ。強、あ、ほら落ちるなよ落ちるなよ。そして、戦技いきます。あーなるほど、ついちゃうみたいなね。ついでにセスタスも拾っといたからやっとこうか。ちょ時間すいません、今回ちょっと長くなっちゃったかもしれない。ワンワン、おお、いいねいいね、パンチパンチ、強攻撃、おお、アッパー、いいね。そして戦技いきます。なにこれ、かっこいい。しかも両手になる、あ、両手になるよ今回、ほら、両手になるんだ。あ、すごい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 。あ、L1 すごいすごい。もうラッシュラッシュ。尋常じゃないぐらいのラッシュ。かっこいい。ふーんってなんだろうこれ。ああ、いいねこれ。ルカちゃんいいねこれね。特訓しよう今度これで。うん。まあでもこれでいきますけど。当分はこれでいきます。今のところね、気に入ってる武器がこのね、太刀とあれですから。あれ、行き止まりかこれも。行き止まり、あー小屋、あー小屋あったわ。あ、かがり火あった、ここにもかがり火あったんだ。ボファイリット、ありがとうございます。かがり火が3箇所あるってことですね、このエリアはね、おそらくね。まあ4箇所目もあるのかもしれないけど、今のところ2箇所だな。こっちかな、ん、屋根の上、アイテムかな、なんかアイテムある、特にこれといってある感じしないの。こっちか、火炎壺を投げてきてた屋根の上ですね、ここがね。そこに来れたって感じなんでしょうね。ほら死んでる、弓矢で倒しましたからね、火炎壺を、こいつもそうですね、火炎壺を投げてきたやつ。そんで、あ、アイテムか、アイテムゲット、ハンドアクスか。ごめん、深み持ってんだよね、深みをね、今、はい、お、なんかいた、ちょ、気づかんかったわ。はあ、君は、火のない灰だね。あ、ごめんごめん。私はカルニックス。お、呪術師だ。そして今はこの通り、カグの鳥というわけだが。どうして面白い出会いもあったものだ。な、君、火のない灰は器と聞く。どうかね、この老人から呪術の語を学ぶ気はないかね。学ぶ学ぶ学びます、呪術お願いします。私呪術好きなんで。君は賢い、出会いは聞かない、ゆえに臆べしているものだ。改めて、私は大沼のコルニックス、よろしく頼むよ。おお、みんなどこ行くのこれ。ちょっとみんななんかスーンスーンって消えてるけど、やった、呪術使い仲間になったわ。ナイスナイス、ルカちゃんナイス。これ結構探索したね今回ね、頑張ったわ、結構頑張ったよ今回、頑張ったんじゃないかな。なかなか行けるべき場所は全部行ったんじゃないかなこれ。あとはもうこの下だけだよね、このなんかね、アイテムが落っこってるこの下ね、これ無理だよねこの高さね、多分これ落下死するよね、多分落下死すると思うんだよな。まあ、とりあえず今日はここまでにしときましょう。尺もあれですしね。それではダークソウル3、持たざる者で始めるマイペース実況、次回もよろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様でした。それではまたね、次回ボス戦からいきたいと思います。おそらくボス戦からいきます。これどうしたらいいんだろうな、下行ってみたい。ほら、この高さでこんな食らうんだもん、これ無理だよ、おかしだよこれは、ね、ここから行くんだろうな、これ。